皆さんこんばんは。ご紹介いただきました青年会長の宇都宮健二です。本日は秘密保全法制と情報公開を考える、シンポジウムに、たくさんの方が参加していただきまして大変ありがとうございます。また国会開会中、大変お忙しいところを駆けつけていただいた国会議員の先生もいらっしゃいます。どうもありがとうございます。ご承知の通り、秘密保全法制のあり方に関する有識者会議が昨年8月に報告書をまとめてまして、これを受けて政府の方は秘密保全法案を、国会に上呈するということを予定しております。マスコミや報道によりますと、通常国会では、見送られるんじゃないかという報道も一部ありますけど、ただ政府はこの、秘密保全法案を国会提出を断念したわけではなくて、場合によれば、次期通常臨時国会に提出が予定されているというような報道もありますので、予断を許さない状況であります。秘密保全法案というのは、国民主権、それから民主主義の原理、こういう憲法上の諸原理と真っ向から衝突するような内容に、なっています。報道の自由や、取材の自由、国民の知る権利を侵害する内容となっております。また、この法案の中には、こういう秘密を取り扱う人たちの管理についても検討されて、いるようであります。最近、重要な秘密を扱う国家公務員に対して、国が3年前から身辺調査を行っているというようなこともありましたので、こういう法案が通りますと、こういう調査が正当化される危険性が、あります。で、さらに問題なのは、この法案を、法案を作る前提となった有識者会議の議事録が残されていない、しかもそのメモも廃止されているというようなことが明らかになっております。まさに秘密の中で秘密保全法制を法案を作ろうとしているわけです。さらには公開された、ホームページの掲載の、有識者会議の資料が、捏造されているというのが全く異なる資料が、掲載されているということも明らかになっております。一方で、本当に国民の知る権利を、実現するために必要な情報公開、法改正案につきましては昨年の4月に国会に上呈された、もののまだ実現に至っておりません。今必要なのは秘密保全法制よりも情報公開法の改正案の実現であります。日弁連は、今月の11日付で、今国会で情報公開法改正案を成立させる、ことを求める会長声明を、公表したところであります。でさらには今年の2月3月には、秘密保全法制に反対する、院内集会を開催しております。また2月からは日弁連内に対策本部を設置して、秘密保全法制の反対する、取り組みを、強化しているところであります。今日のシンポジウムは、市民の皆さんと一緒になって、この秘密保全法制の危険性、情報公開がいかに重要なのかを一緒に考えていただければと思って、開催した次第です。今日 のシンポジウムにはジャーナリストの西山武さん、東京新聞、論説委員兼編集員の半田茂さん、上智大学教授の田島康弘さんに参加していただいています。西山さんの方から基礎講演いただきまして、半田さん、田島さんを加えた3人のパネルディスカッションをしていただき、防衛や外交問題中心として、お話をしていただくことに、なっております。大変貴重なお話が伺えるんじゃないかと思い、期待しておりますとともに、ご出席いただいた、3名のパネル者の方に感謝申し上げます。秘密保全法制については、さまざまな問題があるということは分析指摘されておりますけど、最近 の政府の対応、特に、沖縄水俣事件とか、原発事故情報隠し、あるいは尖閣列島諸島の中国漁船衝突事件、などに見ます、政府の対応を見ますと、政府が今すぐ、実現すべきなのは秘密保全法ではなくて情報公開の徹底ではないかと、思っております。ぜひそういう声を市民の皆さんと、広げていきまして。